こんにちは。射水市消防本部からのお知らせです。近年全国では地震や台風、洪水、土砂災害などといった自然災害による被害が増加しています。昨年5月には避難情報に関するガイドラインが変更されたところです。変更内容はご覧の通りです。こうした災害が発生した際、いち早く避難することが命を守るために重要です。災害が発生してから避難先や避難方法を調べていては避難が間に合わず命を落とす危険があります。あらかじめハザードマップなどで自宅周辺のリスクを把握し、今のうちから災害に備えましょう。ハザードマップは射水市のホームページで確認することができます。災害の恐れがあるときは情報収集に努めてください。しかしその情報を過信せずに積極的に避難するよう心がけましょう。ただしこれまでのように避難所に多くの人が密集すると新型コロナウイルスのクラスターが発生する危険性があります。これからは避難所だけではなく安全な場所に住んでいる親戚や知人宅など様々な避難先に住民が分散して避難する分散避難ということも内閣府より紹介されています。避難された場合は新型コロナウイルス対策として避難所にはマスク、アルコール消毒液、体温計などを持っていくようにしましょう。そして避難所内では支援物資や備蓄品を避難者同士が共有して使うことも多くなります。このような場合に感染しないためにも物に触る前後の消毒を行うよう心がけてください。常に自分の身の回りにウイルスが潜んでいるという意識のもと行動し適切に対応しましょう。次に災害時に活用する食料品、飲料水の備蓄についてお伝えします。大きな災害が発生した際、電気、ガス、水道、交通などのライフラインが復旧するまで一般的に3日かかると言われています。その期間は自分たちの用意した備蓄品のみで生活することになるので、食料品、飲料水は最低3日分、余裕があれば1から2週間分備蓄しておくようにしましょう。食料品はご飯、カップ麺、ビスケット、板チョコ、乾パン、缶詰など保存期間が長いものにし、飲料水は1人1日3リットルを目安に備蓄しましょう。また飲料水とは別にトイレを流すための生活用水も必要となってきます。日頃から水道水を入れたポリタンク、お風呂の水をいつも張っておくなどの備えをしておきましょう。ご家庭に乳児がいる場合、食料品や飲料水、生活用水に加えてミルク、紙おむつ、哺乳瓶などを準備する必要があります。ミルクについては高コストや安全性への懸念から販売が禁止されていた液体ミルクが2018年8月に製造・販売が可能になりました。液体ミルクは容器内のミルクを乳児がそのまま飲むことができるため、衛生的な水や煮沸消毒を必要とせず、粉ミルクに比べ備蓄スペースがいらないため災害時の備蓄品としても今注目されています。次に災害発生後に起こりやすい漏電火災についてお知らせします。皆さんは災害が起こった時、それが原因となって多くの火災が発生していることをご存知ですか？災害発生時の火災はガスコンロやストーブなど様々な原因がありますが、近年注目されているのが再通電後に発生する漏電火災です。被災し停電になっている家屋がもし漏電していた場合、電力が復旧し家屋に再び通電した時にその漏電箇所から出火し火災が発生する仕組みです。漏電火災を発生させないためにも次のことに注意してください。1、停電中は電気機器のスイッチを切るとともに電源プラグをコンセントから抜いてください。2、停電中に自宅を離れる場合はブレーカーを落としてください。3、再通電時には漏水などにより
電気機器が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど安全確認を行った後、電気機器を使用してください。4. 建物・電気機器に外見上の損傷がなくても、機器内配線などの見えない部分の損傷により、再通電から長時間経過後にも火災が発生する危険があるので気をつけてください。なお、これらのことは風水害だけではなく、地震などの災害時にも活用することができるので、ぜひ覚えておき、有事の際の二次災害の防止に努めましょう。射水市消防本部からのお知らせでした。